はいどうも、バー&カフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと珍しいものを使ってカクテル作っていきたいと思います。で、今日使っていくのが、こちらみょうがですね。まあ、夏の香味野菜の定番として知られているみょうがですけれども、今回はこちらを使ってみょうがのジントニック作っていきたいと思います。みょうがでカクテルってどうなのっていう想像つかない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、非常に爽やかな香りのする夏らしい一杯となっておりますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきます。はい、動画ご視聴いただきありがとうございました。完成いたしました。こちらがみょうがのジントニックです。この淡いピンク色がですね、すごい綺麗な色なんですよ。まあ、ちょっと早速いただきますね。お疲れ様です。あ、香りがもうみょうが、うまいね。このみょうがの香りと、あと苦味ですねがアクセントになって、みょうが好きにはたまらない一杯になってます。で、このみょうがの香りって食欲を増進させたり、あと、中の成分ですねでいうと発汗作用だったりとか、あと消化促進の効果もあって、夏バテ予防なんかにもいいので、まさに夏にぴったりの一杯になってます。で、今回和の素材ということで、使うジンも日本のものを使わせていただきました。で、今回使ったのがこちらの桜王ですね。広島で作られている広島県産の、柑橘とかを中心とした9種類のボタニカルを使って作られている、非常にフレッシュな味わいの人気の高いジンなんですけど、これ相性ももちろんいいんですけど、今回はですね、この出来上がったカクテルのちょっとこう桜っぽい色っていうのと、この桜の桜っていうのを合わせてですね、こちらを使わせていただきましたけども、もちろん他のジンを使っても美味しくいただけると思います。
で、みょうがって結構好き嫌い分かれますし、どっちかっていうと脇役のイメージっていうかですね、まあ薬味とかに使われるイメージが強いと思うんですけど、まあ、非常に香りも良くて、こうやってカクテルの素材として使っても面白いですし、まあ最初に言ったようにみょうが好きには本当にたまらない一杯となっておりますので、まあぜひですね、この夏のおすすめの一杯として、ご注文の方お待ちしております。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。いやさか